アートアクアリウム展札幌金魚のあかり。アートアクアリウム TV リポーター HTV アナウンサーの高橋遥です。アートアクアリウム展が開催され、札幌では来場者数が6万人を超えました。今回の放送ではこの大人気イベントのお得な情報もお伝えしていきます。では早速中に入って来場者の方にお話を聞いてみましょう。では行ってきます。現在北海道の札幌ファクトリーで絶賛開催中のアートアクアリウム展。それではアートアクアリウム TV 札幌直撃インタビュースタートです。アートアクアリウム展に来られるのは、今回が初めてですか？いらしてみていかがですか？すごい綺麗で全然びっくりしました。本当に何か印象に残ってる水槽ありますか？あれやっぱ水出てるしすごい綺麗です。オイランですか？はい、あれ光の色が変わるのがすごい楽しくて。いかがですか？すごい綺麗で思ってた以上で良かったです。いつも和服着られてるんですか？お出かけの外出の時はよく着ております。そうですか、はい、ここにも和服で来ようと思ったきっかけって何かありますか？金魚に合いますかしら？確かに、はい、合いますね。来てみていかがですか？もう圧倒されました。とっても綺麗なんですもの。何か印象に残ってる水槽ありますか？はい、やはりオイランが素敵ですね。全てが金魚っていうことで、こんなに金魚の種類がたくさんあるのかと思ってびっくりいたしました。なんか今回は30種類で5000匹の金魚がこの中にいるとのことなんですけど、その数聞いていかがですか？驚きました。そんなにあるんですか？でもすごいですね。にいらっしゃるのは何度目ですか？初めてです。そうですか。来てみていかがですか？かわいい。どんなところが？金魚一匹一匹ご覧になりました？割と。そうです。いかがですか？すごい綺麗です。光がすごい。1月4日5日13日と和服を着てここのアートアクアリウム店に遊びに来ようっていうイベントがあるんですが、ご存知ですか？あ、本当ですか？聞いてみていかがですか？ちょっと興味あります。ぜひお待ちしてます。はい、ありがとうございました。1月4日5日13日の成人式の日に和服を着てこのアートアクアリウム店にお越しいただくと、この花魁の横のステージに立って特別に写真撮影ができる和服デーというイベントを開催いたします。ぜひ皆さんこの機会に足を運んでみてください。アートアクアリウム展札幌金魚のあかりは1月19日まで札幌ファクトリー一条館の特設会場で開催中。皆さんぜひお越しください。和服ナイトと題して和服ファッションショーやアートアクアリウムプロデューサー木村秀友さんをお招きしてのトークショーを開催いたします。山田さんの本日の着物は小紋にペイズリー柄の半襟、帯は為替マン織物の変わり柄です。着物歴は7年、買い物食事会など週に 2,3 回は着物を着ているそうです。ご登壇いただきました4名は今回ご自身で着物を着て帯もご自身で締めました。今回のファッションショーは着物文化を次世代に継承し、普段から着物を楽しめるよう活動している日本和装様のご協力で行いました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。アートアクアリウムと着物の融合ということで、今回着物でいらっしゃっていますが、この着物はどのような着物なんですか？はい、これは、単純に、僕の代からこういうことやってるんで、金魚の家紋をね、
これ木村君のものなんですけど、はい、そうなんですか、はい、こちら金魚ですよね。そうです、はい。で、まあ、で後ろもこういうちゃんとね、まあこういう形で、まあちょっと粋にね、まあ、こういうちょっとステージに上げてもらうこともちょっと多くなってきたので、もう一度、はい、見せていただいてもいいですか、はい、ご覧いただけますか、こちらに小さな金魚の模様が細かく、はい、いろいろね、後ろとかにもね、ちゃんとこう入ってて、着物にも全部家紋が入ってたりとかするんですけど、やっぱり日本の美意識というものの頂点にあるのはやっぱり着物だと思いますから、そうですね、やっぱり、まあ、そういったものが、まあ、今回着物ルームという形できちんと作品とも融合しているし、で例えば、今年の夏東京の日本橋というところでやってるんですけど、その時はもう街中が、本当アートアクアリウムは一夏で50万人お客さんが一応来るようなビッグイベントなんですけども、はい、もう本当に浴衣の方が多くて、まあ、浴衣で来るイベントだという形でやってるんですけど、はい、もう日本橋の街が浴衣で本当溢れるぐらいなんですよ。で会場も本当にこういうふうに今回ね、今日お声掛けして皆さんに来ていただいてますけど、そういうことではなくて、勝手にもう浴衣の人がもう浴衣で来る場所みたいになってくるんです。来るのが当たり前というような、当たり前というようにだんだんなってきてるんですよね。はい、なので、まあ、夏は浴衣なので、ね、やっぱり冬は、ね、きちんとした大きいものを、はい、来ていただくような場所としてやっていけたらなというふうに思いまして、まあ、なので、まあ、そういう、まあ、着物と融合したアートもあり、まあ、逆にその着物で着たくなるような、着物で来るとそのいわゆる、まあ、雰囲気が勝ちとなるような、まあ、そういったものにどんどんその作り上げていきたいなと思ってやっているということですね。はい、和服デーというものが、はい、そうですね、まあ、やっぱりその和服でね、この会場に来ていただきたいなっていう、まあ、思いもありますので、はい、まあ、それをなんとか活性しようと、じゃあやっぱり何かサービスをねしないといけないということで、はい、まあ、ちょっと今人がいなくなってしまったんですけども、まあ、こちらにライトがあってですね、はい、お二人とも着物だった場合はカップルでこんな感じで、はい、はい、3人で着物でいらしたら3人で撮れますね。アートアクアリウム TV いかがでしたか。1月19日まで札幌アートアクアは開催しています。遊びに来てくださいね。